おはようございます。お父さん今着替えてますね。ということでもうお昼になるんだけど、これからちょっとねお買い物でやると思います。逆光で暗くなる行ってきます。お父さんまた散髪しました。短くなった感じがしないとかっていう風になってるけどね。ランチ行きました。ビュッフェスタイルでヘアサイとあとお肉が来ます。お父さんがカレー食べるからと思って私もカレー持ってきたんだけど、とりあえずいただきます。お肉来ました。お父さんハラミで私和牛ねシェアします。いただきます。お買い物行って帰ってきてもうバタバタで、妹さんたちとねみんなでご飯も食べて帰ってきまして、パッキングしております。ゴミもすごい出るしさ、一応この2つを終わって今使ってるものはちょっともうぐちゃぐちゃなんだけど、ここに入れて終わりかなと思ってるので、これは開けとこうと思ってるんだけど、明日の朝スキンケアしたら全部詰めようと思ってるので、まあそうですね、行きよりは荷物少ないと思う。これものすごく重かったんだけど、そんなに重くないし、まあということでもうちょっと頑張ってからねゴミ片付けて、どこかにこれプラスチック、そうそうそれプラスチックでまとめて、お父さんなんかお酒最後買ってきてたから後で晩酌するみたいなので頭ボサボサだけどリビング行こうと思います。ということでただいま2時半になります。私の布団の方にお尻突き出して眠っておりますが、お父さんのね妹さんご家族とみんな一緒にねお食事行きまして、カニ道楽ね行ってきたんだけど、これどれピチピチしてまいりましたが、帰ってきた後にパッキングがねまだ途中で、お買い物から帰ってきた後ね開始してたんですけど、もうねこの辺入ったらもう足の踏み間もないぐらいねになっててね、まあとりあえず出なきゃっててね、そのパッキング途中でね出まして、なのでね食事終わった後ね帰ってきてからもねまずはパッキングって言ってね、パッキングをしてとんでもない量のゴミが出てね、お母さん申し訳ないなと思いつつ、まあでもね行きよりも荷物ね先ほどもお話ししましたが少ないかなと思うんですけども、パッキング終わった後にリビング行って、今日ねお父さんお買い物のね最後にねスーパー寄って、昨日じゃない一昨日か同じねスーパーで購入したジンのソーダ割り美味しかったって言ってね、もう一回飲みたかったみたいで、その大きいサイズ購入して帰ってきてたんだけど、それ出してきてねご飯食べながらね飲まなかったんですよね。ノンアルコールビールで乾杯してたんだけど、食べながら飲むとねもうお腹いっぱいになっちゃうし眠くなっちゃうから、お食事時は飲まないよってね、なので帰ってきてからね晩酌しておりまして、ちょっとおやつつまみながらね、お母さん昨日ねシャトレーゼで購入してきたねきな粉と黒蜜のアイスかなもね出してくださったんですけど、彼とねお父さんですねいろいろお話ししておりまして、お父さんねもうねとにかくお話がしたくてね、いろんなことねご機嫌にねお話しされておりましたが、お母さんがね明日も早いんだからってねおっしゃったのが確か11時40分過ぎぐらいだったかなと思うんだけど、まあお片付けして急いでねシャワーを浴びまして、私たちがシャワーを浴びてる間にねとんでもない量ね出てたゴミをお母さんね片付けててね申し訳ないなと思って、まあ、そのままね全て持ち帰れればいいんだけどね、そうなるともうね大変なことになっちゃうからね、できる限りコンパクトにコンパクトにってね、いろんなパッケージで撮ったり、あとオンラインでオーダーしてたものとかもあったから、そのね段ボールだったりとかねあったんですけど、でお父さんの方がね先にねお部屋戻ってたんだけど、私ね来た時には横なってね何か調べ物してて、そうだチェックインするって言ってねチェックインやってたんだけど、オンラインでパスポートとかスキャンしてできるみたいな感じだったんだけど、結局ねできなくてねカウンター行かなきゃなーなんて言ってたので、まあ私たち毎回ね多分ビザだと思う、やっぱりちゃんと確認しなければいけないものになるので、オンラインとかあとは空港にある端末で簡単にねチェックインできなくてね必ずカウンター行くので、まあそれなんじゃないなんて言ってね、で諦めてね寝始めまして、何度かね起きておりますけども、さっきね電話を言った時にそれ私の方にお尻にキューと出してきてね向こう行ったよって言ったんだけど、またきっと寝返り打った時にですね今度は向こう側にね行くんじゃないかななんて思ってます。ということでね本日はですね日本の一時帰国ですね最終日前日ということで、まあちょっと午前中ゆっくりしてお父さんもお仕事しなければいけないことがあったのでカチャ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 やっててね、でお昼ぐらいかなにね出発して最終のねお買い物などなど済ませてきたんですけれども、お父さん日本ね到着した翌日人間ドックか行って
った後に散髪したんだけど、最後にもう一回散髪したいよってね。一回目散髪したのはキュービーハウスでしたんだけど、今日はね駅前にあるね床屋さんに行って、そう散髪してきてね、久しぶりにヒゲ剃りとかしてもらって気持ちよかったみたいなんだけど、最初に切った時よりも短くねしたかったみたいで、2週間とちょっとなんだけどね、やっぱりね単発だからね毛が伸びるのでね、あこんな短くしたんだと思ってね、前回はそこまで短くしなかったんだけど、今回はね結構短くしてきてね、さっぱりしたいっておりましたけれども、シャンプーもしてもらってね。でお父さんがね床屋さん行ってる間、私モールでうろちょろしてて、自分のねお化粧品などなど購入して、で終わった連絡が来てからねランチ食べて、でまたその後もねお買い物して、どのぐらいかな、5時ぐらいだったかなにね帰宅したんですけども、まあとりあえず私もお父さんも今回日本帰ったらこれとこれは購入してね持ち帰りたいねって思っていたもの、多分漏れなく購入したかなと思うんですけども、まあまあまあね、もしね何があったとしてもね、まあそれはそれでっていうことでね、忘れてしまったっていうものはきっとねそこまで必要ではないから、切羽詰まってるものではないので大丈夫かななんて思っているんですけれども、まあとにかくですね、ほぼほぼもうパッキング終わってるって先ほどもお話しいたしましたけれども、いただいたものも全てですねスーツケースの中収まっておりまして、まあ多分ね没収されるものとかもないと思うから無事にね持って帰れるかなと思っているんですが、うちね大きいスーツケースが2つと小さめのやつ1つできてるんだけど、大きいのがやっぱりいろいろとね詰めるとね重くなるからね、できる限り重くなるものは小さいのにまとめて、で大きいのはねうまいことばらけるように、お父さんねもうねきちきちきちとね綺麗にパッキングしてくれてね、今回も私は見てるだけと、これは小さくまとめてとか、これは開けてっていうものですね、はい、ちょっとね整理整頓したくらいだったんですが、とにかく私パッキングがね苦手だからさ、無事にね終わってよかったなと思っているんですけれども、それからですねお父さんのね妹家族もね一緒にねその後ねご飯食べに行ったんだけど、私の方の甥っ子とお父さんの方は甥っ子2人いるって昨日もお話ししたかなと思うんだけど、上の子はですねそう同い年なんですよね。まあですが私の方のね甥っ子はですね、お父さんがちょっとあまり大きくないから私よりもね身長ね同じぐらいかな、すごく私より大きいなんて感じはなかったんだけど、お父さんの方の甥っ子はね妹さんの旦那さんがねすごく大きい方なので、身長はニョキニョキと伸びたようでね、もうママより大きくなったよってねお話ししておりましたけれども、そう私よりもねだいぶ大きかった、10センチ以上大きかったかな、まあ大きくなったなと思って、前回ね会った時はねまだね可愛くてね、今も可愛いんだけど、なんて言ったらいいんだろうな、子供だったんですよね、もう私たちのこと気になるけどちょっと恥ずかしいなっていうのがあったりとかねしてね、今回はねまあねもちろん恥ずかしいなっていうのはあると思うんだけど、携帯持ってねずっと携帯見ててね、あ今の子だと思って、うちの甥っ子もそうだったからね、で下の子がねちょうど前回私たちが上の子と会った時と同じくらいの年代なので、彼はねあんまりねシャイではなくて好奇心旺盛にね、ちょっと恥ずかしいからみたいな感じでね、ママにこれ聞いてみたらとかね言われてることもね聞けないではなくてね、結構聞いてね腕相撲とね指相撲一緒にしたんだけど、強かった、めっちゃ強かった、私より強かった、まあ、他の大人はねちょっと手加減して負けてあげたりとかしてたけど、私本気だったから本気で負けました、強かった。今回ねお土産にね2人ともねサッカーやってるからね、サッカーのユニフォームとかね、それはね3年前ね帰国しようとしてた時にもう用意してあったものなので、小さいかなって思ってたんだけど、まだね下の子ね小さい方のサイズが着れたので、あ良かったと思って、でその他ねそれ着れなかった時のためにと思って、もう一つずつね、まあ、サッカーのユニフォームじゃないんだけどお洋服ね用意してあったんですけれども、でね下の子がねそれ着てきてくれてね、お兄ちゃんはね大きくなったからね多分ねちょっと丈が短いのかなって思ってね、小さかったっぽいんですけれども、大人用じゃなきゃもうダメだね、とても喜んでくれたみたいね、これになったらいっぱいいろんなのあるからまたねいいのがあったらね送るよなんてねお父さん言ってたけどね、嬉しそうにね目キラキラさせてね、本当にいいみたいな感じでね、前回はねまだね小さくてね幼稚園行き始めたとかだったかなと思うんだけど、全然違いましたね、そうだよねもう5年経ってるんだもんなと思って、私の方のねいとこや妹とかね甥っ子とかとね会った時もね思ったけど、なかなかね会えないからね、おじさんおばあさんらしいことって全然できてないんだけど、まあ、ですがこうやってたまに会ってねその成長を感じてね、なんとも言えない気持ちになってね、あんなにちっちゃかったのにとかね、生まれたばっかりの時とかもねやっぱり見てるから、あの赤ちゃんがなんて思って、子供の成長って本当にあっという間だと思うから、それね私たちね
一緒にね過ごせてないからね、ポンポンポンってね間が抜けちゃってるからね、まあ、あんまりね間開けないようにね帰国するようにしてね、彼らともね顔を合わせてね少しでもねおじさんおばさんっていうねらしいっていうのかなことねできればな、なんて思ってます。ということで明日はですねいよいよ帰国日になります。いつもね私たち新幹線で東京かな品川かなどこだったかなとりあえず出て、それから基本は成田エクスプレス乗ってたかなと思うんだけど、で成田に行っていたんですが、今回はもう関空から羽田に飛んで羽田から成田に行くっていうことで、もともとねこれもお話ししたかな、羽田便取ってたんですよ私たち、 LAX から羽田、羽田から LAX っていうね、なのでそう関空から羽田飛んだ方が早いんじゃないかっていうことでね、移動も楽だし、ですがその羽田便がキャンセルになって成田便になったので、羽田についてもどうするなんてなってたんだけど、しかもちょっとね時間もね変わってしまったからね、もともと取って関空から羽田の便もね変更しなければいけなかったんだけど、まあですがね移動の時間を考えたら飛んだ方が早いから、今回はね羽田に行こうっていうことでね、で羽田からバスで成田に行こうと言ってるんですけども、とりあえずお家を8時過ぎに行ってよねっていう話にはなっておりますので、もう何時だ、もう3時ぐらいになるかなと思うので、本日はですねこの辺りで電気を消して休みたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。